それじゃあそろそろ続き行かせてもらっていいかな。みんな揃った？はい、大丈夫ですよ。そうしたら次の質問は、これからバンドを始めたいと思ってるんですが、バンドやライブをやっていて楽しいと思うことは何ですか？アフターグローのみんなはバンドをやっていてどんな時に楽しいって感じるかな？バンドをやっていて楽しい時ですか。これすっごい難しくない？だってほとんど全部楽しいじゃん。だよな。なんていうか、全部ひっくるめて楽しいっていうか。私はあれかな。お、蘭先生が何かひらめいたっぽいですぞ。みんな静粛に。やっぱりやめた。ほら、モカがそうやって茶化すから。蘭、思いついたことがあったら何でも言った方がいいよ。はあ、うまく言えるかわからないけど、ライブの当日お客さんたちと一緒に盛り上がれるのは本当に楽しいんだけど、それまでの過程が大事っていうか、みんなで曲に対しての意見を出し合ったりして、ちょっとずつアフターグローの曲になっていく感じ、私としてはそれを実感できることが楽しいかな。ちょっとずつアフターグローの曲になっていく。なるほど、さすがラン、ほんといいこと言うよな。私もそれすごくわかる。みんなで話し合いながら曲を完成させるのは本当に楽しいよね。そういえばランとは曲のイメージのことで何回か言い合いもしたよな。したね。え、ひーちゃん、なんでうるうるさせちゃってるの？だって、ランがすっごくいいこと言うんだもん。ちょっとひまりやめてよ。そこまでいいことは言ってないって。ううん、ランちゃんの言ったことはすごく大切なことだと思うよ。マリナさん、自分一人だけじゃない。みんなの意見を聞けるからこそバンドをやってる意味があるし、バンドならではの楽しみ方だと思うよ。それぞれの考え方がありますからね。うんうん、のかちゃんもランの意見と全く一緒です。っていうかモカ適当すぎ。適当じゃないって、本当にそう思ってるよ。これで質問は終わりなんだけど、最後にこれを撮らせてもらわないとな。え、カメラですか？あれ、この話はかすみちゃんたちに聞いてない？これからバンドや音楽を始めようとしている人たちに向けて、みんなから応援メッセージをもらってるんだ。え、動画？どうしよう、目赤くなってない？大丈夫かな？大丈夫大丈夫。それじゃカメラ回すよ。はい、お願い。それじゃあ私から行くぜ。これからバンドや音楽を始めようとしているみんな、音楽を通じて今まで以上の友情を作っていってほしい。熱く語り合える仲間と一緒にバンドや音楽ができたら絶対に最高だと思うからさ。もし今バンドをやろうかどうか迷っていたら、今すぐ始めてほしいです。思い立ったが吉日、応援してます。一人で始めるのが怖かったら、仲のいい友達に相談してみるといいかも。きっと友達がいいアドバイスをくれるはず。みんなそれぞれ考え方は違ってても、音楽を嫌いな人っていないとモカちゃんは思うんですよ。だからバンドをやりたいと思ってる人は実は周りにたくさんいるんじゃないかな。きっとエモエモなバンドライフが待ってますぞ。バンドって大変なことももちろんたくさんあるけど、それ以上に楽しいことをたくさん経験できた。それに何より、私はバンドを始めて自分自身と向き合えた。だからみんなも
私たちに負けないくらい濃い時間を過ごしてほしい。バンド頑張って、応援してるね。おお、カメラ目線決まった。モカ、うるさい。